カメラマンの野村誠一です。いかがお過ごしでしょうか。野村誠一クラブでも作品集がどん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 集まりだしてですね、で今こう少しずつ拝見させていただいてるんだけど、皆さんすごい上手。やはりその前から言ってるその組写真っていうのかな、組写真っていうのがなんかいまいち甘いような気がしますね。これをちゃんとしっかりとこうやることによって、プロの道も開けるようなそういう感じもするんですね。実際自分が思ってることっていうのは前から言ってるように組写真っていうのはなかなかねこういうことができるもんじゃないから、経験かな、経験からこの良さっていうのが分かってくると思うんですよね。やっぱ写真っていうのは自分の場合はね雑誌で育ってきてる、写真集で育ってきてるので、左右の開いた時の感覚で写真を見るわけですよね。で、ページで構成されてるから、ページの構成でどうやって構成するか、自分はそういう世界で今までやってきたってことですよね。広告っていうのは1枚のポスターだし、じゃあこの CM 打ったら15秒間で何ができるかってことなんで、その15秒間っていうことを考えていけば、例えば映画もそうですよね。映画のコマーシャルとかそういうのがあって、このたった15秒間で見に行きたいと思わせる力っていうかね、15秒間でその商品を購入しようという気持ちになるわけだから、短い時間の中でこう構成をしてるわけですよね。で特に最近はね、自分で思うことっていうのは、皆さんがやっぱスマホに慣れてるから、こうスライドでシュッ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 こう見ていくっていう感覚かな。でその感覚でその本来になったらもう少しこう思考力っていうのかね、もう頭で考える力っていうのも養わなきゃいけないのに、そういうのに慣れてしまってるから写真をこう飛ばし読みするっていうのかな、そういうこともあって、それが逆に写真を難しくしてると思うんですよね。でその飛ばし読みをしてしまうってことは、シャッターを切るような感覚でこうたくさんこうシャッターを切ればいいんだっていう感覚なんだけど、そこに少しだけね自分の意思っていうのかな、自分の考え方とかそういったことをこう閉じ込める必要があるわけですよね。閉じ込めることがどうしてもこうおろそかになってる、これがプロとアマの差で大きな違いがそこで生まれてくるんじゃないかなって気は、自分が最近こう作品を見てて思うことはそれですね。もう本当にスマホ世代っていうかね、枚数をカメラもそうだよね、枚数もたくさん撮ればこう上手くなるってい こう考え方もあると思うんだけど、もうそれは本当違うんですよ。もうちゃんと自分の中で感じたものをしっかりと撮るってことですよね。街歩いてても、暑い中だったら特にそうですよね。暑い中だったらこうただたくさんシャッターを切るんじゃなくて、やっぱりその瞬間瞬間っていうのをちゃんと大事にこう撮られてほしいと思うんですよね。こういうね暑い時だと、自分はね皆さんにお勧めするのはゴルフの日傘をね買って使いながらねこう歩くっていうことが大切だと思うんですね。雨でもないのに傘は差してるのはあれなんですけど、やっぱり熱中症とかそういうのにも気をつけてほしいと思うんですよね。でなぜそういうふうにこう思うかというと、昨日ですね高島屋に行ったんですよね。高島屋に行って食事に行った時に、高島屋の入り口で体温センサーがありますよね。で体温センサーがある時ビーってこう異常な音が鳴って、異常ですっていうような警告が出たんですよ。で俺一瞬ね、なんだろう、この警告音ってなんだろうと思って、あれ俺なんかいつの間にかこう熱があるのかなっていうような錯覚に陥ったんだけど、ふと思ったんですよね。ふと思ったのがライカ の M11 ってね、首元からこうかけていて、でこれが撮りながら来たのですごい熱を持っていたわけですよね。それを持って、あもしかしてカメラの熱を感知してこう異常音が鳴ったのかなっていうふうに思って、周りからすればねびっくりすると思うんですよね。周りの人なんかもね、家内もすごいびっくりしちゃって、どうしたのって言うから、いやピーって鳴ったからすごいんだよって、あもしかしたらこれカメラかもしれないって言って、M11 ってすごい熱を持つから、多分これがその熱感知器に対してこう反応してるんじゃないかというので、それで外して撮ったら今度は正常ですってなった。結局ね自分は思ったのは、ああいうとこでね熱こう瞬間的に顔を映してね熱感知器でするっていうのが、
そんなねセンサーがすごいのかなっていう少し疑いもあった、正直言ってね。皆さんだってそう思ってると思うんだけど、でも実際自分がねその、まあ、カメラによってねセンサーが異常警告音を鳴らしたっていうことはやはりねすごい、もうそのここの部分のこうじゃあ外から入ってきてね暑い洋服の熱はどうなんだろうとかってその後いろいろ考えたわけですよね。で、まあ、実際その後食事をして出てくる時にもう一回測ってみたら、まあ、36度という熱がもう全然こうそれだけでも体温が違うから、結局その着てる洋服とかね例えば熱をこう吸収するようなものだったとすれば、まあ、異常警告音だってなるんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、お店の中でねこう手首なんかでこう測ったりするっていうのもあると思うんだけど、この熱問題っていうのはねライカでもそうだけど、もうとにかくライカって熱を持つ、カメラも全般に熱を持つんですよね。熱によって、まあ、熱を発するからもう仕方ないんだけどで、ね、ちょっと余談になってしまいましたけど、まあ、自分がそのこのね暑い中でもとにかくカメラを持って歩くようになったっていうのも古典っていうこともあるんだけど、作品集のこともありながらね、とにかくこうカメラを持たない日がない。やっぱり皆さんがこう写真をこう上手くなりたいと思う時っていうのは、もっとさっき言ったように15秒間の中で表現できるものを、まあ、見開きで表現するっていうような感覚を持ってもらいたいなと思うんですよね。映画だったら映画のコマーシャルがあったらそれを見に行きたいと15秒間で思わせるっていうのかな、その劇場に足を運びたいと思う気持ちが起きるっていうのはたった15秒間っていうもので、今はもうスマホだと本当に瞬間瞬間だと思うし、写真をこううまく撮るためにじゃあ写真で瞬間的にこう見せる、今回送られてきて思うことっていうのは一点の写真っていうだけではこうインパクトが弱いなっていうのがあるんだけど、組写真をすることによってインパクトが出るっていうことを考えて、で皆さんにもねそのことを、まあ、特に野村のところを見てる方が、まあ、少しでもねそこを感じ取ってもらえたらいいなと思うんですよね。とにかく写真って組写真だから、組写真ってのは開いた時の左右で見る、テレビで見れば15秒間のスポットで見る、たった15秒間ですよね。でも今の人たちってのは本当に瞬間もう瞬殺シャッターを切るようにものを見てるから考えなくなってると思うんですよね。もう瞬間的にパッといい悪いっていうだけを判断して、でそのシャッターを切る時も同じだと思うんですよね。瞬間的に自分がこういいと思ってただシャッターを切ってる、じゃあ切った後にもう一回考える余裕があるとこう写真が面白くなってくると思うんですよね。でそこでじゃあこのレンズとこのレンズの組み合わせの時によってこういう自分が表現したいものが出るんだっていうことも、まあ、自分なりにこう判断するわけですよね。そういうことをこう判断をしないでただこれはいいんだとか悪いんだとかうまく撮れないとかっていう判断だけでいってしまうから、どうしてもそのプロにねなれるところまでいかないんですよね。もう一回考える、自分が撮っていい写真だなと思っても一回寝かしてみてしばらくして考えてみると意外とこう違う面が発見されたりすることもあるわけですよね。映された瞬間っていうのを頭の中に記憶してるんだけど、それをどういうふうに仕上げてどういうふうに自分が思ってるものに仕上げるかっていうところまで考えないで、撮った写真のまんま満足感っていうかね、であとはそのまあうまくいかないなとかっていうのでこうどんどんこう捨ててってしまうとこあると思うんですよね。で自分は撮ったものは日付を入れながらずっとこう保管をしていくんだけど、でそれによってねいつどういう時にどういう考えでもって写真を撮ったのか、なぜここの時考えたのかなって、で今日は朝ね愛犬を連れて、まあ、6時半頃からまあお散歩行ったわけだけど、行った時に今日はじゃあ何を考えたかって言ったら、今日はとにかく綺麗なとこばっかりを今まで撮ってたんだけど、そうじゃないところまで目を向けてみようっていうことで、まあいろいろこうシャッターを切ってたわけだけど、見方がねこう変わってくるってことも自分で感じるわけですよね。綺麗なものを感じるものをこう撮ろうとするねことを毎日こう繰り返してんだけど、たまにはそうじゃなくなんか違う面をこう自分の中に記録していきたいっていうのと、あとはね単なる記録っていうかね、まあだんだん工事がこう行われてたりとか変わりゆく街っていうのも記録していこうかなっていうふうに思うようになったんですね。将来的にねこれが大きくこう変わってくるっていうことも
まあ、頭の中に置けばこう写真って面白いんだろうなっていうふうに思うんですよね。一昨年ですね、兄貴の嫁さんからこういただいたアマリリスがこうあって、これが、まあ、その時はね、こう4方向にこれ2方向なんです、まあ、その時の写真をこう撮ってして保存はしているんだけど、去年は咲かなかったんですよね。もうダメなのかなと思ってたら今年咲いたわけですよね。でこれを咲く、今これもう満開状態で、2輪だけ綺麗にこう咲いてるんだけど、こう自分だけの楽しみってことがあると思うんですよね。公園に行くとね、こういう角度をこういうふうに変えたりこういうふうに変えたりとか、自分のいいように変えたりすることっていうのはできないわけですよね。自分だけの楽しみっていうのかな、写真を自分だけで楽しむ、自分がこういう、まあ、花屋さん行って自分がこう買ってきたものをこうね構成してこういうふうに撮るとか、そういう花を持ってねどこかにさりげなくこう置いてね撮るっていうことも面白いと思うんですよね。まあ、自分が前車のボンネットを置いたようにね、モノクロのその面白さっていうのは、始めた頃ってのはモノクロから始まって、モノクロ現像が始まってね、それでモノクロで自分で現像してプリントしてっていうのをその繰り返してたことによって、まあ、今があるわけだけど、自分は今になってもね、モノクロってのはもう基本だからね、基本でこのモノクロっていうのをしっかりとね、皆さんがもう一回こうここにモノクロでうまく撮れるようなものもしっかりとこうね学んでほしいと思うんですよね。でモノクロが基本的なことができないと、写真っていう上達も望めないし、上達していてもモノクロもねやっぱりちゃんとできないとプロになんか通用しないからね。やっぱりモノクロっていうのはそれだけ難しいから、自分にとってはね、始める時がモノクロだったから、モノクロから入ったから、その別にそれに対しての不思議さはないんだけど、今の方っていうのはね、もう初めからデジカメで押せば映る時代になってるから、そこであえてねモノクロにするなんてってことはまずないと思うんだけど、モノクロ写真にトライしてみるってこともとても大事だと思うんですよね。もうそれによってその自分が撮りたいものが何であるか、今までは色でこう表現してたものが色では表現できないものを撮るということ、それの両方を足して2で割ったものが、まあ、自分の作品であるみたいな考え方も大事だと思うんですよね。カメラっていうのは多分自分がそのライカをねここまで来てねいろいろ買って M11 まで買ってしまったっていうのも、結局そのレンズとボディとの組み合わせだったりとか、モノクロの場合はどうなんだろう、カラーの場合はどうなんだろうと、この組み合わせをその変えるだけで何十通りも生まれるわけですよね、作品のこう表現の仕方がね。自分の持ってるカメラでそれでいろいろとこうね JPEG だったりローデータだったり、いろんなことで取り比べてモノクロにしてみたりとか、色温度を変えてみたりとか、いろんなことをすることによって、自分がいつも撮ってるものじゃないものを撮ってほしいと思うんですね。まあ、最近ちょっとある方とねちょっとお会いして、少しこう話してて、まあ、自分はJPEG しか撮らないんですっていう話だったから、いやそうじゃなく、いろいろねやっぱり変えていかなきゃいけないと思うんですよね。まあ、露出を変える、まあ、カメラのオートで任して撮ったまんまでこれでよしよしじゃなく、自分で少しアンダーにしてみるとか、オーバーにしてみるとか、色を変えてみるとかってことをやられたらいいんですよって言ったら、ああそうですかっていう。初心者の人たちにありがちなものっていうのは、カメラを信頼しすぎてるっていうかね、カメラがこう撮ってくれるのが正しいんだというふうに思って、その自分の写真にならないんですよね。自分の写真になるためには、自分がコントロールして、自分が例えばじゃあ今回はこの花はモノクロで撮るんだとか、この花はカラーでするんだとか、色温度変えてみるんだとか、いろんなことを自分の中でこう考えて、じゃあ外で撮るのか中で撮るのか、このアマリリスのこともそうなんだけど、その自分でこう持ってれば、水滴もかけることできれば、場所を変えることもできれば、背景も変えることもできるし、でこれをねやっぱり自分だけの楽しみとしてね、ぜひやってほしいと思うんですよね。で自分はこのアマリリスもそうだけど、枯れるとこまで、前のやつは枯れて朽ちていくとこまで写真を撮ったわけですよね。つぼみの段階からこうね開花していくまでの写真だっていろいろ撮れるわけですよね。新宿御苑とかいろいろ行ったら、温室の中で咲いたものを持ってきて、結局その段階をこう確認することってなかなか難しいわけですよね。毎日見てるわけじゃないね、一日中見てればこう
変化っていうの、鼻の変化っていうのが起きるわけだけど、毎日愛犬と時間に出かけて朝夕出かけるだけでも同じ場所でも変化をしていくし、雨が降ったら雨の変化が起きるわけですよね。昨日だと朝ね、早く出て愛犬と散歩しようと思ったら、うわ雨だかわいそうと思いながらもね、その時に愛犬を置いてもう一回自分でこうカメラを持って出かけるっていう、その雨のシーンをまた撮る、いつもと違う風景がこう撮れるわけですよね。違うものが撮れるっていうこと、自分はそれがね、やっぱアマチュアの方っていうのは、あ雨だからやめようとか、今日天気がいいけど暑いからやめようとか、なんか理由をつけてしまう、その、自分が出かけなかった理由を考えてしまう。だから理由じゃなくてね、やっぱりその暑かったら自分が言ってるようにね、銀のパラソルかなんかをね、で安いの買えば何千円かで買えるわけだから、それを持ってね、熱中症にならないようにそれを持って出かけるとかね、そういうふうにして安全のためのものを考えながらこう撮っていくという、いいと思うんです。愛犬の場合はね、どうしても昼間はね、もうやっぱ足の裏やけどしたりとかね、もうそのぐらいもう暑くなってるから、自分は靴履いてね上歩いてるけど、地面からスレスレのね温度なんていうのはもう相当な高温になってるわけだから、車なんかそうですよね、触ったらもっとやけどするようなぐらい暑くなってるわけだから、そこでカメラだってさらに熱を持つわけだし、で自分はその今しか撮れないもの、今しかこの暑い時しか撮れないものもあると思うので、ぜひねこういう時はゴルフ用のね、ゴルフ用品売り場に行くとね、銀のパラソルで売ってるので、その安いやつをねいつもこう持って歩くようにすると、それだけでもねやっぱり太陽熱を反射するので、その下にいるだけでも全然涼しさって違うので、普通の傘はダメですよ、熱こもっちゃうから。でもそのゴルフ用の、表面が銀のやつだと反射させるので、かなりこういいと思うんですよね。でそういう中にいて、歩くだけでも、もちろん水分補給は大事ですよ。でも それだけ、自分が言ってるようにね、もう高島屋で B なんて異常音を発するぐらいカメラが熱を持つっていうことを考えれば、カメラだってね過酷な状態であるわけですよね。 Facebook でですね、野鳥写真家の島田忠さんがですね、ニコンのやつを使っていて、そうするとニコンのやつっていうのはシャッターを切った手前1秒間30コマぐらいを記録するっていうねことができるらしいんですよね。でも自分はそのことをね Facebook で読んで、すげーと思って、すごいな、そんなことができるんだニコンはと思って、キャノンってのはそういうのがないから、ぜひね今度 R1 かなんか出たらね、キャノンでもできるようにしてほしいと思うんですよね。でそれがあるともっとこう表現領域が広がるかなと思うんですよね。チャンスを逃さないというか、あしまった映ってないじゃなくて、あ1秒手前からあったんだとかいうようなね、そういうようなことがね、これからはそのカメラでも、ニコンがねできてキャノンができないわけないんだから、そういうところもね、ぜひねこうキヤノンもね次にこう R1 でねそれを期待したいと思うんですね。そういうのがあると、自分の撮影領域もさらに広がるかなっていう気がしますね。いろんな話をしましたけど、作例を見ながらやってみてください、またチャンネル登録していただいて、またお会いしましょう。今日はありがとうございました。